目にまで見た命をかけた将棋の駒の王将、なぜに似てなぜに泣く坂田三吉、男じゃないか、見せろ勝負のど根性。長野と月見た夢は勝つことだけであったもの、故郷堺で開かれた素人将棋の席上で、三段関根金次郎と言ってこの足に平気で勝つとは卑怯じゃないか、ああその時に素人の日本一二と見続けた夢は儚く、影も青な、バカに腐ってこんなことってあるかい。バカにすない。まあ急に何です。関根金次郎じゃ。何が素人じゃい。伊藤総員名人の一の弟子ゃ。こないだ大阪で小林八段を任したやっちゃ。今売り出しの三段じゃ。そいつがわしを、みんなもみんなじゃ。なんぼわしにかなわんかて本職連れてくるとはなんちゅう。小春、坂田三吉の顔は丸つぶれじゃ。わかります。残念でっしゃろ、悔しおっしゃろ。でもあんた住んでしもたことは帰りまへん。小春、お前、あんた、そらはてかて悔しい。でも悔しがっているだけでどうなります。長い一生生きてさえいたらまた関根さんとのお手合わせもできるはず。その時勝ったらええやおまへんか。そうか、そうやな。でもそれには勉強せなあかんわ。と言うてもこないな接待や草履の下職人、その日の米にもこと書くような稼ぎでは。まあなんていうこと。
その貧乏を乗り越えて関根さんに勝ってこそ上手と言われる将棋指し。わかった。でもお前にばっかり。かましまへん。苦労を承知で嫁に来た身です。それより力を合わせて働きましょう。生まれてくる子供のために。終わる。わしゃ勝つで。きっと勝つで。勝ちますとも。あんた。泣いて抱き合う坂田と小春。出船であろう港境の沖合に長く悲しく尾を引いて汽笛が鳴った。きっと勝つぞの一言が定めがたない運命の絆となってしょうがいよ。がんじがらめにしようとは誰が知ろうか知らぬまま早くも過ぎゆく10年間待ちに待ったある時は来た。日本一の名も高い関根六段大阪へ再び来ると聞くやいな。己と坂田三吉は駒を握ってバッチリと刺したが田舎四段では日本一にはかなわない。静かに開ける腰障子。小春、わしは10年間も。わかってます。え？わかりますとも。一目見たらわかります。うちはあんたの女房だっせ。すまん。住むも住まぬもあらしまへん。勝負は時の運だす。お母ちゃん、お父ちゃんまた負けはったん。うち神様に願うたのに。黙え。お前までが父ちゃんを。あんた、玉えも取って九つです。親の心はわかります。そう聞いてはもうたまらん。決心したんや。わしゃ今日限り草履職人を辞める。今日関根のやつが、いや坂田君強くなったな、どっかへ推薦しよう、今後とも頑張るんだなとバカにしよった。これが黙っていられるかい。関根を任さには腹が言えん。わしゃ本職の将棋指しになってあいつに勝つんや。そのためには小春、お前はわしと別れるんや。いや、そうやけど、わしかてほんまは別れとはない。でもな、草履作っても食うや食わず、それが商売やめるんじゃ、この上苦労はかけとうない。広い世間や、たまえがいてももろてくれる人がおらへんとも限るまい。まあ情けないこと。いくら働いても食べていけない草履屋やなんてちっとも惜しくはあらしまへん。あんたが何になろうともどこまででもついていきます。内職でもおかゆぐらいはすすれます。そうか、おおきに。よっしゃ、関根を任すで。もしどうしても勝てなんだら残念やけど、その時は諦める。諦めるて？なんていうことを言うのんだす。男が一旦こうと決めたこと、すぐに平気で変えるようでは立派なことはできまへん。芸道修行が一代なら、たとえ木の根を噛んだとて、命をかけてやり抜くのが真の男の道でしょう。
かいも。涙でうんわるく迎えた敵の関根さん、勝てぬと決まって死ななけりゃならないことになったなら、共に手を取り死にましょう。あの世は十万億度というが、親子三人手を取ればすぐに着くでしょう極楽へ。ハスの花咲く弥陀の国、こわる、いや言うてくれた、わいはやるで、やるとも、関根金次郎を任すまでは死にゃへんで。あんた、それでこそ私の坂田三吉だ。さ、門出を言おうて。え、うん、こら承知、わえ負けたのに。何を言うのんだす、勝ち負けあらしまへん。亭主が好きなお酒なら女房は買うのが当たり前だす。すまん、よう、まあ罰が当たらんもんじゃ。お気に、お気に、こある、この通りや。いやいや、わて合わせて。さ、そう決まったら堺を出まよ。大阪宿替えして腕を磨いて。なんや、大阪やと。へえ、天王寺の仏具屋の裏通り。貧民窟か。何を言うのんだす、岩に砕ける谷川も元を正せば山あいよ、落ちて流れる。人しずく。わずか一間の部屋の中、用紙についでて内職溶いた袋で買う一生の米が路面をつなぐ糸、細い世渡り日渡りにしてのじの金か。コアルがおらん、たまえ、おらんはどこ行ったんや、誰ぞ知らんかい。なんやて、さっきたまえに手を引かれて阿部野の方へ。なぜ止めんのじゃ、もしものことがあったら。何言うてんのや、悪いのはあんたやないかいな。へえ、将棋将棋とうちを外に引くさって、目の見えへんようになったんは誰や知っとんのかい。なんやて、
目が見えへん。体にええもんはみんなあんたと玉江ちゃんに食べさせて、自分はおかゆもろくに吸うてやへんのや。それで取り目になったんやな。ほんまやがな、罰が当たるで。ほんま、何やそれ持ってんの。手紙や。壊るのかもしれん。かもしれんってよう言えるな。女房の字がわからんのかいな。それが読めへんね。情けない男やな。何が和尚じゃ。おい、読んだり、アホ。お前かて読めへんのやないかいな。かしいな。よう聞いてや。三吉様、小春。あ、本に。あの人のもんやがな。取り急ぎ書き残し申し候。あ、書き置きや。貧乏は覚悟の上にて候も日増しに目は悪くなり、それでもおぼろに物の見える間はなんとか内職も続けられ候が、何も見えなくなった今となっては生きる望みも消え果て候。聞いたか、かわいそうに。生きていて関根さんとのお手合わせ、結果を知りたくはそうらえども、生きていてはあなたに重荷を負わせるだけ、心置きなく和尚への道一筋にお励みくださることのできるよう、関根さんに勝てますよう神かけて祈りつつ、死んではいけないと申し上げた私にては、そうろうも、あの世へお先に玉へも一緒に行くと言うてくだされ、そうろうゆえ不憫にては、そうろうも手を引いてもらう覚悟に決め、そうろう。バカ、小春のバカ、そんならそうとなぜ言わん。言うてくれたら玉へ追うて、お前の手を引いてわしも一緒に行くものを。小春、玉へ。お父ちゃん。おう。あんた、小春、死ねなかった、死ねなかった、死ねなかった。三吉さん、お人やで。さっきにからエロを探してあったんや。あ、この人が三吉さんだす。ありがとうございます。坂田先生、朝日新聞社の者ですが、新聞将棋の対局をお願いに上がりました。え？わいが新聞将棋を？ほんまだっかいな。お気に、やります、やります。いやー、早速のご承知で何よりです。では、ぶしつけではございますが、とりあえず、対局料の一部として、30円。30円 !30 円小春、30円やて。一俵二円の米が何俵じゃ。ありがたいな。もう困らんで。それだけではありません。誠に申し訳ございませんが、対局は東京なので、明日の朝の休校でぜひお立ちを。え、大きに行きます。相手の先生はどなただす。あ、そのお相手は関根金次郎名人です。へえ、関根、関根、あんた、しっかりな。きっと勝つ。勝ちますとも。勝ったらすぐに東京からこの四天王寺の空へ、小春勝ったと知らせてください。目は見えずとも、あんたの声なら聞こえます。うん。よっしゃ、小春、あんた、一夜は明けた。坂田三吉を乗せた列車は東海道を東へ東へと爆進した。
忘れてなろうかの時は書店に破れた偽しろと二度目に会ったは噛みかけた買い物涙の負け将棋三度の勝負は女房子が死ぬる覚悟の土壇場よ敵は関根と聞いた時季節は来たぞ待ちわびた勝負だ坂田三吉の45年の生涯はこの日のためにあったのだなんで負けを勝つために食や食わずで親と子がこらえこらえて忍んで生きてきた観覧しんくの関根が得意の四間飛車おっと喧嘩の四間飛車されどさすがは後世にその名を残す名人上手恨みつらみのあるものか心心は澄み渡る日本晴れも秋の空ただ万丈は灼熱の火炎のごとく燃え上がるパチリ一手が胸をつく続けた一十四時間柱時計がボンボンと虹を知らせてなった時坂田の一手で名人が迫らずにっこりと両手をついて坂田さんあなたの勝ちだあとああ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 そのまま坂田三吉は狂気のごとく裸足のまんま飛び出すや遥かに望む大阪の四天王寺の空に向かって絶叫した小春勝ったでわいはな関根名人に勝ったんやわかるか小春小春やがて坂田三吉の姿は三光の夜闇の中に吸い込まれた影は見えねえど見せたぞよ男坂田のど根性知らせるように一筋に
四天王寺の大空へ泣いて飛びゆく仮の群れ命をかけて勝ち取った愛と情けの晴れ姿大将一代晴れ姿